こんにちは、ビデオ11。そしてこのシリーズの最後をもたらすアニメ、3チャンネル。このビデオでは、通常のシェーダーで作成されたシェーダーの最適化のワークフローを示します。始めましょう。
そしてこれでこのシリーズは終了しました。ここに同行してくれた皆さんに感謝します。次はセーラーヴィーナスとブレンダーでアニメーションを作る追加のビデオです。必ずご覧ください。バイバイ。